大吾は組を持っていない。当然直系の組長たちのあたりも厳しくなる。だから俺に真面目に聞いてあのアンチを守らせよっていうのが。ありがとうございます。素晴らしい、本当素晴らしい、素晴らしいです。この贅沢な喜んで